こんにちは。王貞治さんからね、ワンツー動画まで話がいくとは思いませんでしたけども、私の場合は長嶋茂雄さんで行きましょうか。長嶋茂雄さんがね、ある時ね、ニュースの解説でこんなこと言ってたのを思い出したんですよ。それはですね、長嶋さん、ここはどういうふうに攻めていきますかね。うーん、ここは打つと見せかけてのヒッティングでしょう、と思うんですよね。一見すると、なんだそりゃ、と思うんですけども、打つと見せかけて、打たないと思わせて、やっぱり打つみたいなね。あの、詳しくはわかりませんけども、 長嶋茂雄さんんってここううういなううな変なことを結構言うんですよねそれがだから迷いの名言というふうに言われるんですけどもでもなんかその道を極めたり一流の戦士とかっていうのは結局自分だけの言葉を持ってるんですよね自分だけが何千回何万回と探検する中であこのパターンだなっていうのが見つかるからそこに言葉を当てはめるんですけどもそれは自分だけが認識すればよくって人にわざわざ伝えるもんではないんですよね。 でも何かねコメントを求められた時に自分なりの言葉で表現しようと思うとすごく分かりにくい矛盾をはらんだ表現になるんだけどもその矛盾こそが答えなんでしょうねきっとね。一見するとどうやって紐解いていけばいいのか分かんないようなことの中に真実があって。 で私の場合は速果塾の中でまあ様々な言葉を作ってますけどもやっぱり一つには受信力とかね展開するとかって言ってますけども普段そんな言葉って会話の中で使わないと思うんですよ人とねやり取りしててもしくはビジネス上のやり取りで即果塾っていうカテゴリーの中でしか通用しない言葉っていうのがやっぱりあってそれを認識できたり使いこなす人が一歩先に行ったりするんだよなかろうかと思うんですけどねうんだからワンツーワン動画っていうのも結局なんでワンツー動画っていうかっていうとあれはね実はね 長田町の私の会社の取引先の人であれやっぱりやり取りに私が動画をいつも使ってたんですよでその人が言うためにはワントゥーワン動画って言って一人の人が一人の人に送る動画このワントゥーワン動画っていいですよねっていう風な言葉をポロッと言ったんですよねでその時に私思ったんですよあこれワントゥーワン動画って名付けることは結構いいなとワントゥー動画っていう風にねでその動画の概念を知らない人とか使ってない人がこういう言葉をね出してくるっていうのはこの人は別の場面でやっぱりマントゥーマンっていうね 一人対一人の関係を作ることにやっぱりコンサルタントの人だったんで長けているなと思いまして言葉がスッと出てくるわけですよねだからその方にとっては使い慣れてる言葉だったんでしょそれを動画でやることに対して遠方の私みたいなね東京と広島でもやり取りができたってことでそれ以来東京とそれから広島で結構ねやり取りをさせていただいて長い付き合いになったって形なんですけどもねうん であのプロダクトロンチを使ってその会社のプロモーションをガンガンさせてもらってもうすぐ売上急増したらしいんですよねその時うちの会社も結構ね儲けさせてもらったみたいなところがあるんですけどもうしまいにはプロダクトロンチ家まで売るところまで行きましたからね、うん、まあなかなか面白い体験でしたいってらっしゃい